はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではダークソウル続きをやっていきたいと思います。千の古城のアイアンゴレム倒したところですね。で、光の輪が、出ましたので、これを調べましょう。イベント、ゲッとかね思うんだけどね。これアーノールロンド到着で、帰りたいときはこいつに話しかければ帰れるんで、で、ただこのまま進んでいきましょう。37,200ソウル、これ無駄にしたくないんだけど、割と早めにね、かがり火があった気がする。ただそれまでに巨人兵が何体かいて、そいつらを相手にしないといけなかったんだけど、最悪スルーだな、あの巨人兵。どうだ、弓で狙おう。29とかマジか。後ろ取れるか。ほら、ちょい待てい。やばい、広い、でかいだけあって、いや、ガード完全に突き破ってきたな。2回振られるとまずい。1体倒すのに、お、ここら辺が限界値か。かす縦に当たるとダメだね。めっちゃ来てんだけど、どうやって戦えばいいんだよこんなやつ。ほら、ダメだ、盾がマジ硬え。サンダースピアの方がいいのかな。痛いけど、もう一発で倒せる。後ろを取れればなんてことはない。よし、1500か、結構おいしいね。2体同時に来られると終わるからな。確実に1体ずつおびき寄せよう。す、おい、待って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 、ここから食らうのかよ。いて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 、ちょちょちょいちょいちょい、エストを飲む。もう1個しかないんだけど2発は耐えられない。なるほど、いて1回距離を取って、エストで回復して、どうやって処理するんだよこんなやつ。走ってるし、いって、早くあっち行け。あれ食らうと確実に突き破られるからな。スルーすいけ、来た、スルーしようと思ったけど、おい、よし、これでもう逃げよう。今なんか右の方飛んでかなかった。まあいっか、ちょっとまずはかがり火だな。かがり火に行きたい。
宝箱とかはあそこにあるんだけど、後で回収しよう。もう割とすぐにかがり火があった気がする。この左とかだっけ。あった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 。よし、ここが拠点になれば。ふう。で、ひもりめがいるね。こいつ確かひもりめのはず。巡礼者アーノールロンド、不死の勇者。目当てならここでって、まっすぐ大王クビンのかつての居城。本当の勇者なら典型を得るも敵うだろうさ。あとは気候次第だ。エストビンを許可する。魂が必要です。なんだ私はそうだな、このかがり火の守り人さ。捨てられた都とって勇者に導くくらいは必要だろう。背中を置くのも悪くないのさ。決して消えずお互いにつながっている。もっとも守り人同士、互いの顔も知らない。必要ならゆっくりと休めといい。そのためのかがり火。ここもあれだね、強化されてるね。エストビンが10個になる。なんでここで死んでんの。あいつに戦闘を仕掛けたのかな。もう NPC は全員攻撃できるからね。ちょっと待って、その前にこの38,700 ソウルを消化していくか。これ注ぎ火は無理だよね、秘技がないから。あれ死んだんだっけ、亡者から復活するって。あなたは亡者ではありません。あ、そうですかい。レベルアップ、記憶を1個上げよう。そうすれば2つつけられる。まあ1くらいだったらいいでしょう。で、筋力だな、ちょっと筋力マジで欲しい。筋力30、11,000もかかんの。次筋力32になるとグレートアックスが触れるのかな。グレアク、グレアクどこだ。バトルアックスじゃなくてグレートアックスがあるはず。これ32だ。全然足りねえわ、あと2。ただグレートアックスも1回も鍛えてないからな。この巨人兵3体倒せば4500手に入るから、果たして倒せるのかっていうのはあるけど。これ広いところだったらさ、ファリスの弓で突っついて、12?何発かかる。ちょっとこれ倒してみる。40発くらいだね。一応近づけば近づくほどちょっとダメージは当たる。ただ近づきすぎるとおそらく気づかれるからね。気づかれるっていうかさ、これで気づかれないのもいかれてんだけど、16くらいが限界値かな。よし、倒したけどさ、矢の数からすると多分赤字だなこれ。こっちにいるやつはなるべく矢を使わないで倒したい。で、アイテムがある。これはパカパカしてる。パカパカはしてない。デーモンのくさび、デーモンのくさびの使い道がいまいちわかんねえかな。こいつ普通に倒してえな。ちょっと気づかれよう。あれ、全然気づかれないんだけどと思ったら普通に気づかれた。この広いところで戦えばなんとかなるかもしれない。どっち回りがいいんだ、時計回りがいいのか反時計回りがいいのか。よし、これは一発与えられんね。やはりくる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 回るのがいいんだよ。ほら、この月とかさ余裕でかわせる。ほら、もう一発いける。
全然ひるまねえわ。しまった、危ねえ。あー、スタミナがなかった。2発やったのが間違いだったな。やっぱり1発ずつ1発ずつスタミナを残してやんないとダメだ。よし、後ろに回って、こいつは広いところの方が戦いやすい。1万1000ソウル、これでレベル上げできるかな。よし、レベルアップできるね。筋力32までは持ってこう。ちょっとグレートアクス使いたい。で、魔法も記憶しよう。これはね、2つ目のところに火球を買ったんだよね。まあ、8回しか使えないけど、ちょっと火球を装備して、で、タリスマンのところに、呪術の火を当てて、これでいこう。で、回復するときは装備を変えて、安全なところで回復しよう。で、左にも行けるんだけど、まっすぐ行ったところだって言ってるんで、まあ、普通に行きましょう、まっすぐ。ここら辺で死んでる人がいるね。アイテムとかあったかな、こういう端っこの方に。何もない。で、デーモンがいる。あ、サインがある。これどうする？これ多分あのデーモンだよね、ボスでいた。飛んでるけど、オーラ、オーラ、なんだ全然空中に攻撃してて見てー。ひるむね、一応2発でひるむ。ガーゴイルの斧また手に入れてる。倒したー。これ誰？ガーゴイルの盾、ガーゴイルの兜、 OK。 ジグマイアじゃないよね、ミスターなんとかだし普通の一般人だ。そう、これいけんだよね、こっちに。で、この上通っていけるんだよね。正規ルートとかどうだったっけ。なんだっけ、単なるこれ裏側に回れるだけか。さすがにこっちは行くと死ぬよね。あとはこういう裏側になんかアイテムがあるかどうか。なさそう。なんか横から行ったような気もするんだけど、まずは正面から突破していきましょう。いや無理だ、これ横から行くんだ。これをなんかつなげるために横から行くんだ。横が正規ルートだ。ちょっとあとはアイテム的なもの、こっちの方とか行って、なんか起こってないか。ぽーいっと、アイテムがあるね。デーモンのくさび、このアイテム1個だけかな。一応下から行って、ああ、こっち側とか行けたのね。で、結局ここなんだよね。怖怖怖。これさ、マジ走る人すごいよね。ダッシュして、常にダッシュしていく人すごいんだけど。怖え。で、さてさてさて、ここからまたね、敵がいるんで、ここは安全。ちょっとこれをタリスマンに変えて、こっちのタリスマンだな、しょぼいタリスマンに変えて、回復をして、で、装備を呪術にしよう。
て上、ほい。普段は武器。どっかから敵がいるはず。来た。ほら、ほら、ゴリ押す。いるね。こいつナイフ投げてくんだよね。なんかほら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 、後ろを取れるか。取れなかった。しっかりスタミナ管理をしてぶっ潰す。攻撃力自体は強くないけど、多分食らいすぎるとやばいんだな。何にもない。シャンデリアにアイテムがあるけど、これまた細い道行くんだよね。もうプロの人はね、ここ走ってくからね。みんな怒ってるよ。で、あいつらがね、ナイフ投げてくるところがまた厄介なんだよな。ここで戦うか。ギャッギャッ。よし、ここは安全かな。ちょっとタリスマンにして、ほいほいほいと。で、この間にこれを使ってるから変えらんない。ほいほいと。これ並べ替えとかで、でこれ切れるんじゃなかったっけ。え、どうなった。あ、落ちてったよね。シャンデリアが落ちてったよね。で、下に落ちればあれが取れますと。取れますっていう感じなんだけど、こんなところでどうやって戦闘するっつんだよ。無駄。おりゃ、落ちてった。怖い怖い、マジで怖い。ゴリ押す、ゴリ押す。ギャラレッカー、相打ちだ。これサンダースピアの方がいいな。こことか全然使ってないね。どんだけ強いんだ、そもそも。また亡者に戻ってしまった。ちょっとサンダースピアで行こう。サンダースピアっていうか雷のスピア、狭すぎる。投げナイフ。やっぱ火力はだいぶ落ちるね。まあ、ただガードして一発一発当てていこう。されたひでー。よし、とりあえずようやくここまで来れたんで、ちょっと下は怖いからこっちへ進んでいこう。で、これをガッチャ、仕掛けが動かないなんでやねん。先へ行かないといけないのかな。ここはグレートクラブに持ち替えよう。火力はね、やっぱりグレートクラブの方があるね。てか、いらないやつ預けよう。使わないやつは。ちょっと装備の邪魔になる。これを動かす。これでこれがくるーっとなって、縦につながるはず。で、なんか音がするから、ガーゴイル戦だね。また広いとこに行こう。広いとこに来たか。やっぱり弓で射程外から狙えると超楽。ガーゴイルの斧槍。あれ？ガーゴイルの斧とはちょっと違うの？斧槍。どこに何があるのか分かんなくなってきた、本当に。
これ、斧でしょ？これも斧だよね。斧はさっき1個取ったから。で、斧槍。違うね。16の12。ガーゴイルの武器。なるほど。まあいいや。で、真ん中から突破もしていけるんだけど、これ下行くとどうなんだっけ？あ、人間性が1補充されてんな。強敵とかなんか敵手に倒してると、割と人間性が補充されるんだよね。これどこ？あ、下だ。ちょっと待って。これ押すとどうなの？仕掛けが動かない。どうしようかな。発見されてる。りゃっ、ちょっとやはり遅い。これはエストビを飲みつつ敵も回復。ほんとりゃー無残にも散ってくな。これ弓で一匹ずつおびき寄せよう。プス？あれ？当たった？当たってはいる。来るか？来た。愚か者め。後ろは取れなかった。強引に、おりゃー、確実に1体ずつやらないと。ファリスの意味やっぱ役立つな。すげえ役立つ。射程が長いからな。おびき出すのに死体を漁りたい。ちょ待て、後ろバックスタブさえ取れればな。どうだ、なんかさ回避してもさ多少のリーチだったら届くんだけど。振りが遅いっていうのはね、やっぱりちょっとあれだけど。僕はこういうとこに隠れてるカイガモリがいそうだからな。焦らず1体ずつ。やっぱ鉄則よ、1体ずつっていうのが。であんまり深追いしすぎるとね、気づかれるから、やっぱりこういうところで。もう一発一回。ダメか。入ってるのが全然早いんだけど、攻撃速度が。投げナイフがすげえいっぱいあんな。投げナイフってどんくらいあれなんだろう。セッティングだけしてみよう。投げナイフ26個もあるわ。お、びっくりした。俺のグレートアックスじゃなくてグレートメイスみたいなのが、まあ、敵のメイスかと思った。げっ、2人気づかれた。そんなことはない。てか、あ、ちょ待って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 、来た来た来た、こっちかよ。俺も投げナイフ投げたい。ほい、投げナイフが弱っ投げナイフ弱すぎる。両手持ちにすればよかった一発だ、両手持ちで。ちょっと右のやつから誘い出して、げっ、繋がってんだけど。ちゃんと誘い出そう、ちゃんと誘い出して。てかもうこれ両手持ちにして隙あらば。おりゃー、食らったけどパワーでなんとか押し切る。無駄、何かわされた。
ほら、あとは見えてるやつだけか。なんか隠れてたりすると厄介だからな。ほらほらほら、こういう風にさ、端から攻めてこう。でやー、どっせーい。強い魔法の武器、魔法力を付加するのかな。ただまあスロット1個使っちゃうからね、どうだろうね。押し切る、届かなかった。おりゃ、一撃必中、無駄。これも回収。国鉄か、グレートソード、国鉄の大盾。ちょっと見てみよう、大盾系ってパリーができるんだっけな。できなそうだな。防御力は格段に高いね、受け値も高い。大盾だからな、その代わりめっちゃ遅そう。っていうか筋力34も必要じゃん。無理だ。使いには炎の耐性すげえな、さすが国鉄。まあ、ちょっと無理なんで。でここに絵画があるんだけど、この世界の中に入れるんだよね。入っちゃうと確かね、戻ってこれないんで、クリアするまで。ちょっとここは探索を一旦切り上げて、アノールロンドの先へ進んでいきましょう。なんかこれさ、さらに回せたような気がするんだけど。これでどうつながった？最初のとこ？これ最初っていうか、これさっきの海岸森のとこだよね。でさらに下がね、行けるはず。ほら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 、かがり火がある。ただ下はこれで終わりだった気がするんだよね。ちょっと行ってみよう。あれはなんだ、人？7900じゃちょっとできないよな。太陽の長子の指輪、それはなんだ。奇跡の威力が上がる。いやー、今のところはいいかな。メッセージを読む。指輪が必要。何の何の指輪。太陽のなんとかの指輪でいけんのかな。まあいいや。で問題は、かがり火をどっちの方が良かったかだね。こっから先もなー、すげえ苦戦したような気がする。これは一回押し戻そう。これでこっち側、ガーゴイルが向こうに2体いるね。で左側にもガーゴイルとかがいるんだけど、あいつらはね、気づいてこないはず。で問題はこの先の巨人兵なんだよね。さすがに2体相手にはできないからな。この位置から弓矢でまず1体おびき寄せる。いや、おびき寄せらんねえし。気づかないとかアホすぎでしょ。むしろ気づいてほしいんだけど。あ、1人1人いた。来い、よし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 。ちょっと待って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 、段差になってるところはやだ。もう去っていくの、行かれてんなこいつ。行かれてんな本当に。一発ぶん殴る。
おりゃ。いや、あんまり後ろに行きすぎてやつに気づかれるのは避けたいんだけど、下がってる時にさ当たんねえか。エスト飲んじゃおう。2発来るときついんだよね。よし、これだ。縦に当たっちゃうんだよね、縦に。で、この押しつぶしが強い。やられた。ただソウルは回収できるところにあるはず。ソウルは回収できる。発火仕掛けていこう。まずこいつだけ。呪術は痛え痛え全然遅いんだけど。64、大したことないな。当たってねえし。ダメだ、弱い。プラス1っていうのが弱いんだな、きっと。ほい。ほい。とにかく後ろを取ってこう。よし。なんだ、下がってる後ろを取れば楽勝だな。で、さすがにこいつも処理しないとまずいから、これは一発だな。てか後ろを取らないと縦に当たる。そもそもバックステップを使ってくるか。その代わり今何かに巻き込まれたね。はい、でここはまだ開いてないんだよね。ガーゴイルがいるんだけど、開くって開けんの？開けないよね。先へ進んでいきましょう。でよ、ここも開かないよね、こっち側からじゃ。外側から侵入していかないといけないんで、それが面倒なんだよな。こいつらマジどうする。一回弓でぶっ刺そう。来た。これを投げてくんのか。ひるむね。500か。多分弱いガーゴイルだね。ただのガーゴイル。いてえ。げっ、2人いる。マジかよ。めんどくせえことになってんな。おりゃ、さすがに一発では倒せない。ただゴリ押し、ゴリ押しすぎた。これすげえ減るんだけど、なんでだ。わかった、サンダースピアだからだ。だから縦受けできねえんだ。おら、もう一発。なるほど、エストがなくなってしまったな。ただ
ここはちょっと走っていかないと危険な気がする。なんかすんげえでっけえ矢が飛んでくるんだよね。で右にガーゴイルのあれが見えるからまずこいつを処理する。怖い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 けど、よし、怖え怖え、矢がすげえ突き刺さってくんだけど、ちょここは回復で回復しよう。タリスマン、火球いらねえな普通にタリスマンにしとこう。あそこから撃ってきてんのかと、右側か。ここはただもう走り抜けるしかない。ジグザグに、なんとなく。でどうする、ここも攻めとこだからな。まずは走り抜ける。ぐさっとくるんで、ぐさっと走り抜けて、まずこいつを処理する。ほら、よし落とした。左も邪魔だな。なんか宝箱みたいなのがあったような気がするんだよね。できれば落としたい。俺が落ちそうだ。やつも落ちてったか。よーし、こいつ倒したー。竜狩りの親、超苦労したマジ何回死んだか分かんない。英雄のソウルで、逆側のやつも倒してあるんで、あとは内部へ入り込んでいきましょう。盾をね、大鷲の大盾にしました。やっぱり受け値が高いのと、雷のねカット耐性が高いんで、そのデーモン、あのガーゴイルで盾受けした時にめちゃくちゃカットできるっていうのが役立ちますね。中に入っていきましょう。でかがり火がねあったはず、すぐ近くに。ここどうだ、ただここら辺から黒騎士が出てくるからね。おお、ソラールさんが座ってるじゃないか。まずは灯そう、話しかけよう。大きこう、召喚うまく使っているか。遠慮なく召喚してくれ、助けになりたいのさ。君はここで何をしているんだ。ちょっと待って話しかけたいんだよ。話しかけるが一瞬で消えんな。よく俺に話しかけてくれるな。うわはは、違うだから違うってば、違うって。もうこれで終わりか。こいつなんかかっこいい剣装備してんな。でね、人間性が必要。こことかどっか行けなかったっけ。逆側かな。あ、黒騎士がいる。しかしこいつはもう俺の火力があれば大したあれではない。おらっおらっで、これはもう大丈夫だね。太陽のメダル、太陽のメダル自体はな、そんなに必要なものじゃないからな。どこかどこか、なんか地下へ行けた気がするんだけど、どこだ？暖炉かどっかから行けなかったっけ？わからん。
黒騎士が多くなってきたな、マジで。間違えた。おら、何これ、後ろ取りたいんだよ。ちょっと誠意。OK。1000か。結構ソウルが溜まってきたね。階段があるけど、ちょっと先に部屋を覗きたい。ここら辺か？あ、ここだね。暖炉のところに。幻の壁あり。で、下に行けて、ただ暗いんだよね。あとミミックがいたはず。端から行こう、端から。どうこれ、パカパカしてる？わからんから、ちょっと待って。ぶん殴りたい。ちょっとぶん殴れねえんだけど。これ大丈夫そうだね。ハベル、ハベルシリーズ、これも大丈夫だね。ハベルで、この宝箱は、大丈夫？あそこで死んでる人がいるな。これは大丈夫そう。ハベルの大盾。ひで大龍が、大龍がってめちゃくちゃ重くなかった？筋力40とか、アホか。両手持ちでいこう。うお、ごつすぎる。ちょっと待って、これ絶対ドッスンだよね。ドッスンだね。ここで死んでる人がいる。擬態に注意。ちょっと、おら400いって。ただすげえ減るんだけど。おら、もう一発。今日重すぎる。2000ソウルでかい。邪教のクラブ、ごつすぎるマジで。どうせドッスンになるんだったらハベルなんだよね。ハベルどこ？ちょっともうわけわかんなくなってきたな。あ、ハベル、もうハベルも初心者御用達だね。間違えた。ハーベル。でも重量がね、いかれたことになるんだけど、強靭度もね、めちゃくちゃ強くなるんで、強靭121。もう絶対ドッスン。で、ハベルの大盾とかいけるこれ。ダメ？それはダメ？装備重量が異常なことになっていくかな。まあ、大足の盾でいきますか。おっそ。スーパー脳筋だよね。これで先へ進んでいくか。すべての敵をゴリ押す。なんかどっかで誰かがわめいてね。なんか怖いんだけど。こちら側から開かない。外を見れる。関係ないね。階段を登っていこう。てかさ、これもともとさ、両手持ちするんだからさ、盾いらなくねえか。両手持ちじゃないとそもそも威力が発揮できないから。
ちょっと待ってね。敵がいないかだけ確認する。で、こいつ。一発ぶん殴ってみよう。ははは。おら。つぶれろ。つえ、マジつえ。銀の効果。よくわかんねえな。まあ、ミミックを倒すとね、普通に宝箱の中に入ってるアイテムは取れるんで。ちょっと待ってね、いるね。さてさてさて、どう処理する？先手必勝、先手必勝。大龍が、これが大龍がよ、もう英雄のソウル。ソウルがまた溜まってきた。ちょっとでも回復しとこう。もうゴリ押すからね。盾マジでいらないな。あっちにも宝箱があるね。一応黒騎士が来ないかだけ確かめて。ちょっと待って、飛びつき攻撃がしたいんだけど、遅っ。あ、ちょっと待って、両手持ちしてないからだよ。おら、ロックオンして。何、もう一回。あらひざまずけ。金の効果、この飛びかかり攻撃は最高に強いな。 あそこにも黒騎士がいるね。ちょ、奴を排除してからにしよう。ちょっと待って、弓を使ってくるか。来たか。先手必勝、相打ち覚悟。ゴリ押す。ただ常に回復をしなければで、両手持ちにすると。これもう2体とか出たら終わるね、これ。ちょっと待って、開けて。こう敵がいるか周りを見ないといけないからね。どう、出てくる。なんか注意みたいなのがあるね。この先すごい宝あり。右に注意、なるほど。崖をで、剣が見えるね。と当たんのこれ、ちなみに。とっと、先手必勝よ。おりゃー、叩き潰す。ちょっと待ってね、他にもなんか道があったと思うんだけど。こっちは、あ、開かない方か。で、こっからこう来て、こっち側も見たよね。宝箱も取ったから、じゃあ先へ進んでいきましょう。これでもボス戦には多分使えないよね。もう動きがとろすぎてさ、絶対死ぬ。みんなここで死んでんな。こっちは何にもない。うわ、またいるね。こっちにもいた気がするんだよな。どうやって行くか。さすがに1体ずつで処理しないといけないんで、スッと両手持ち、ロックオンして先手必勝。来てるか、先手必勝。 OK、 じゃあ回復しよう。一発入ればもうなんてことはない。これはもう軸さえずらしてれば大丈夫。外した、マジか。待って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 、ここで外すのはちょっと。軸さえずらしてれば大丈夫だから、一回安全なところに来てエストを飲もう。
徐々に近づいて飛び込む勇気で、どっちへ行く？こっちがなんか宝みたいなのがあった気がするんだけど、この中とか何もないね。やっぱこういうとこも調べとかないとね、ちゃんと。おう、カタリナのジークマイヤー、お前はまたこんなとこにいたのか。さてどうしたものか。お前は困ってばっかだな。銀の騎士から逃げてきたのであろう。そんなことない、全員叩き潰してるよ。恥じることはないだと。協力しようじゃないか。何か、あと5人くらいは必要か。必要ない、そんなやつ。一人で俺が叩き潰す。死んでる。血痕がある。いるね。1対1だったらどうにかなるけど。ちょいと待て、オーラオーラ、ちょい待ってね、カタリナさん。今私が排除してあげましょう。カタリナさんっていうかジークマイヤーさんか。盾いらないって。だからもう外そっかな。あそこに2体、1体ずつだな。多勢に無勢はちょっとさすがの俺でもきついんで。ちょっと待って、これさ、ジークマイヤーに当たったらどうすんの。いて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 、ちょっとスタミナがない、スタミナが。ジークマイヤーさん、なんでそこに立ってるんすか。あいつに攻撃が当たったら怖いからさ、だいぶひよったな。